さあ今回は野田っちチャンネル VS 親子テニスチャンネルということなんですけども、親子テニスチャンネルやばいんですよ。先に紹介させてください。現在チャンネル登録者数2350名の静岡人気テニス YouTuber、 チャンネルコンセプト、ソフトテニス経験者が公式テニスで草党優勝を目指す。バックハンドまさかのウエスタングリップのままで練習、男気ある挑戦にファンが殺到が、わずか2ヶ月で右足関節靭帯損傷、しかしめげずに240キロのサーブを目指し練習、足も直してほしいがここのコートも直してほしい。復活後は戦闘力53万、開始3ヶ月、イースタングリップに変更、5ヶ月目、両手バックに変更。コンセプトはどこへ行った、アンチには対抗、6ヶ月目には草トーナント準優勝、9ヶ月目、インハイ国体ベスト16にまさかのテニス歴10ヶ月で草トー優勝、歴10ヶ月で静岡県チャンピオンに挑戦。何を考えている、アンチには対抗。そんな親子テニスさんと対決するために隊長と静岡まで行ってまいりました。それでは本編スタート。今回なんですけども正直油断してました。事前のやり取りで親子テニスさんのペアがシングルス自信がないと言っているのを聞いていたので、相方全然強くない人連れてくるんや思っていました。ところがどっこい。今回のメンバーは左から隊長のダッチ親子テニス BB、 のダッチ TV 対親子テニスチャンネルの戦いをお送りします。ルールは5本勝負の団体戦、これらの内容で勝負させていただき3本取ったチャンネルの勝ちとなります。隊長 VS 親子テニスさんの試合はこの動画が上がると同時に親子テニスチャンネルの方に上がっておりますので、そちらからご覧ください。動画説明欄に貼ってあります。この動画では隊長のダッチ VS BB のシングルス対決をお届けいたします。画面右下に映っているのは野田っちのコインマジック、今回の親子テニスチャンネルで載っていますので、ぜひそちらもご覧になってほしいな。さあこちらのチャンネルでは挨拶をしていきます。こんにちは、静岡県で1年前から公式テニス始めまして、息子と公式テニスを始めたんで親子テニスチャンネルっていう名前で、あのテニス系 YouTuber やらせてもらってます。DB です、頑張ります。頑張ります。お願いします。野田っちです、よろしくお願いします。会長、はい、会長です。そうですね、ちょっとテニスはちょっとスピードだけじゃないテニスをして、ドロップとジャックダイブを全部に、まあ、勝てるかどうかは別として隊長のうんちくは尺がなくなってしまうのでカット。お気に入りになりたい方はこちらの動画をご覧ください。隊長 VS BB の試合、サーブを打った BB、 最初からサーブのダッシュ、まずはアウトです。ファーストゲームは BB のミスで隊長が1ゲーム先取、隊長サーブ、隊長もサーブ&ダッシュからのドロップボレー決まりました。隊長の連続ドロップショット、これはアウトです。いや、アウトじゃないです、入っています。隊長点を取られました。3回連続ドロップショット、わずかに届きません。4回目ドロップショット打つか、これはどうする。おっと、打ってきましたね、これ。おっと、ミスりました。隊長なんですけども、なんと年齢が41歳。対戦チームには隊長手口を伝えておいたんですけども、動画では年齢が分かりづらく、もっと若い方だと思っていたようです。隊長は若者を倒すためにテニスを追求し続ける男です。 BB ナイスショットでワンオール。さあここも BB ボレーできっちり決めてきます。BB のサーブ、これ前に決めてきます。ここもこれアウトですかね。隊長のドロップショット来た、これはうまく処理されます。 BB のサーブ&ダッシュ、ファーストサーブは基本的に全てサーブ&ダッシュしてきます。セカンドサーブはネットに出てきません。隊長とラリーが続きます。どちらが点取るでしょうか。ここまではですね、互角の展開といった感じだと思います。うまく攻めて BB がリード、隊長サーブ。 BB ネットでの展開がかなり多いんですけども、ダブルスプレイヤーみたいです。シングルスはほとんどやっていないらしく、試合にも出ていないのであまり自信がないとのことでした。ただ逆にですね、ダブルスは自信があるみたいで試合にもかなり出てるみたいです。先日行われた浜松の一番大きい大会のオープンでベスト4までダブルスで勝ち上がったとのことです。その試合にですね、岐阜の県の試合のダブルスで優勝したことある人が出てたみたいで、結構競ったという話を聞きました。その時のダブルスのペアとか調子とかは全然わからないんですけども、ダブルスには自信があるみたいで、シングルスでもボレー主体のテニスをしてきます。ここもサーブ&ダッシュで隊長からゲームを取っていきます。
BB の事前情報としてはチャンプを知ってる人っていうのとシングルスに自信がない人としか聞いていなかったので、野田ってちょっとびっくりしちゃった。さあこのゲームは隊長のセカンドサーブ決まりました。隊長殿下ほどのジャックナイフ、綺麗なフォームです。さらに今はですね、親子テニスチャンネルで親子テニス VS BB のシングルス対決の様子が何本か見れるんですけども、この動画を撮影している時にはまだアップロードされていませんでした。隊長、この試合の前に親子テニスさんと試合してまして、親子テニスチャンネルからご覧いただけます。すごい白熱した試合で親子テニスさんに削られた後に頑張って今戦っています。隊長ナイスリターン。さあこの展開が BB 必勝パターン、これですね。ワイドにスライスサーブを打っておいて、相手を外に出しておいて、オープンコートにファーストボレーを入れるっていうやつです。僕もこの後試合するんですけど、これでですね2000ポイントぐらいは取られましたね。ファーストボレーが上手いのと、ワイドに切れるスライスサーブが厄介です。これがダブルスでめちゃくちゃ効くんですよ。ちょっとでもリターンが甘くなると全員叩かれちゃいます。隊長負けちゃいましたね。ダブルスに関しては親子テニスチャンネルで公開予定ですので、そちらもよろしければご覧ください。さあ続きましては野田っちと BB のシングルス対決。現在2は野田っちリードを BB サーブで、BB がサーブ&ダッシュで攻めてくるところです。野田っちナイスパス。さあここも BB のサーブ&ダッシュ来ました。これが BB の必勝パターン、2000ポイント取られたパターン。現在2オール。 BB のサービスゲームをブレイクするのはちょっとなかなか、まあまあそこそこかなり結構きつく大変なので、自分のサービスゲームはしっかりキープしていきたいところ。このゲームを落として逆転です。 BB が3-2で勝ってます。 BB セカンドサーブ、セカンドサーブの時はですね、サーバーダッシュしてこないんですね。そこでラリー戦になるので、ここのラリー戦をしっかり、ね、取っていきたいところではあります。ラリーが長く続いた展開においては結構僕の方が点を取っていたので、もうボレーが決まれば BB、 ラリーが長くなれば野田っちという、そんな感じの試合でした。来たこれ、 BB 必勝パターン。サーブからネットに決められると厳しいです。サーブがワイドに切れてきて嫌っていうのもあるんですけど、ファーストボレーがねかなりミスんないんですよ。全然結構足元とかに打ってたんですけども、それでもほとんどミスなくてどんどん打ってきたので、そこが非常に厄介でした。 BB 社会人になってから本格的にテニスやり始めたようで、高校の時はちょろっとだけやっていたようです。野田っちが前に出てプレッシャーをかけて1ゲーム返します。 BB から 3-4、 まだまだ BB のサービスゲームが続きます。 BB のサービスゲーム終わります。野田っちから 3-5、 後がないぞ。ラリー戦はですね、野田っちの方がミスが少ない印象です。なんとか返して BB から 5-4、 まだ BB のペース。さあここで BB のボレー、いやー厳しいですねこのボレー攻撃。まあこれで2000ポイント、いや3000ポイントは取られてますね。ここはセカンドサーブなのでラリー戦になります。こういうとこでね取っていかないともう勝てないんで、あーラッキーです。こういうミスがね非常に助かります。来たサーブ&ダッシュ、ここもこれはやばい。ここのリターンは足元沈めたんですけどもミスりません。ネット際の攻防、野田っちナイススマッシュ。
ックハンド浅く入ったんですけど、パスで抜いてファイボール。これくらいからですね、パスが決まり始めて流れが来ます。逆転してのダッチリードですが、サーブ&ダッシュ、このパターン、これが嫌です。抜けない。さあここもどんどんね、サーブ&ダッシュでボレーで点を取ってきます。 BB が30ラブでリードしてます。このパスが決まって 7-5 のダッチ逆転勝利です。